松田学です。ニュース解説ということで簡単なコメントなんですが都知事選ですね7月5日に投票が行われる結果が出ました。 別のところで申し上げたように予想以上に投票率が高かったんですね、えー、これ55.0%前回4年前の選挙を4.73%ポイント下回ったにすぎない私もっと下がると思ってたんですねというのはですねこの都民にとってあこれ投票に行きたいなっていう選択肢が見えてたかっていうと全然見えてなかったと要するに小池さんに、えー、新任投票するか で他の人に投票してもですね、他の人が当選するわけないってあの状況ではです、ね、じゃあ別に行ってもしょうがないんじゃないかと思う人が増えるんでもっともっと下がるんじゃないかと思ったんですね。 まああのこのところあのコロナの下で皆さん休日になりますと予定していろんな予定が入っている方々も予定が入らなくなってですね私の家の近所なんかでもやたらの休日になると散歩されている方が多いんですねすごいんですよ最近ですねまあ散歩に行くようなノリで投票所に行かれた方が結構いらっしゃるんじゃないかなとそれでこの程度の。 投票率のの低下で済んだのかなといいう,うに思います、えー、ただあの、この先ほど選択肢がないと申し上げましたが、まず小池さんですね、もうずっと選挙活動してたようなもんですね、テレビ出ずっぱりでですね、そのためにコロナ対策も必要だったとしても、ですね、えーまあ、東京都のいわゆる財政調整基金が1兆円近くあったのが、数百億円まで減るぐらいお金使ってたわけですね。でまあ、すごいお金を使っ でまあ、よくまあこれだけ選挙のお金を使ったもんだなって批判する人がいますけれども、まあ、あの他の方々見ますとですねあのまあ少なくとも保守系の方々にとって選択肢ってまあ小野さんぐらいだったですかね維新のですねでもこの小野さんもやっぱりこの熊本県副知事をされていて、まあ、熊本県この豪雨ですねで,でやっぱりダムをちゃんと昔整備しなかったのが。 今回こんな災害をもたらしているということについて、まあ、どう考えるのかということはやっぱりありますですね。えー、それから、ま維新がこの保守系にとっては一つの選択肢として東京でも一つの地盤を築いたっていうのは、まあ、これはまああの一定の評価ができると思いますけれども、ただ他の選択肢として考えてみると宇都宮さんのですね。 この方はもう完全に反日左翼みたいなこともやってるわけでもう我々から見たらもうどうしようもない選択肢ですねそれから山本太郎山本太郎さんはですねこれあの昨年の参院選の時はもしかしたら日本の政治を変えるんじゃないかなとみんなそう思った方なんですねで別に私あの都知事選に出てあので結局多くの方がおっしゃるのは もうこのブームは去ったと山本太郎、令和のですねとまで言われるようなことになるんだったら最初から出なきゃいいのになと思ったんですけれどもただ、あのこのあれですね、えー、山本太郎さんのおっしゃる多くの国民の気持ちの中に入り込んでいって今は大変生きづらい世界ですねと言った時にそれはあなたのせいじゃないこれは国が悪い政策が悪いんですよと言ってみんながわっとついてくると涙を流す人もいるというこの名演説ですね。 ででもそれは答えじゃないと思うんですみんなで国,国に頼ろうじゃなくて自分たちで何をしようっていう勇気づけを与えるのが本当の選択肢だということで、まあ、私はそういう意味でもう一つの軸が必要だっていうことで賛成とっていうのをやったりしてるんですけれどもまあそういった意味で山本太郎さんの勢いが衰えるんであればそれこそもう一つの新しい政治の軸を作る必要性が高まったんじゃないかなというふうに思います。それからあ,のあえて私名前を挙げませんが NHK の政見放送を見ていてもうこれはもう聞くに絶えないという方がいらっしゃいましたね NHK を批判している人あれはあのオゲレッさですねあんなことやっちゃいけませんですね国民をバカにしてますよねああいう公共いくら NHK を批判すると言ってもですね公共の電波の下で政見放送をやってるんですから。 少なくともお子さんに聞かせられないようなことを言っちゃいけませんですよね。でそういった意味で私は今回随分有権者がなめられた選挙だったなと選択肢がないとそれで一つのこれ提案なんですがこれ参政党の渡瀬さんが提案してましたけれども私もその通りだと思うんです。22人の方の方うち、まあ、あの小池さんだとか そういった有名人の方は応じてくれなかったんですが皆さん鼻が高いのかですねそうでない方々は大体参政党のインタビューに応じてくれたんですねで、てざーっとやってみてですねやっぱりあの政策論ができるレベルの人がいなかったと自分の思いは言えるけれどもというふうな話なんですねでこれだったらそれぞれ一応主張があるのでそれを裏付ける政策をいろんなシンクタンクがきちっとつけてあげてそのシンクタンクの政策をその人が代表するようにいうような形でオンラインで流していくとですねこれもっと 有権者の関心が高まったんじゃないかといや全くその通りだと思います でこれは別にあの、都知事選に限らなないことなんですただの思いで出てきてもです、ね、現実にこう政策にならないものを掲げていては、有権者だってもう最、もう最近信じなくなってますしです、ね、ただのスローガンですね、やっぱりシンクタンク機能をきちんとつけて、政策論争ができるような、そういう選挙の場にです、ね、していかなきゃいけない、まあ、都知事選があまりにもひどかったので、その思いを非常に強くしたと。 多くの国民にとってもその必要性を痛感された方が多かったんじゃないかなとそれを私は都知事選の成果として期待したいなと思っています。